日比谷公園。日比谷公園は、東京都千代田区に所在する公園、及び、同公園を町域とする千代田区の町名である。郵便番号は100、100の0012。公園の土地の一部は、国有地である。東京都建設局が所管する、都立公園であり、東京都公園協会に管理を委託している。都市計画法第11条、都市施設に基づく名称は、 北の丸公園、皇居外苑の一部と合わせて、東京都市計画公園第5.823号中央公園である。日比谷の地名を関する施設、エリアの一つ、住所については、日比谷公園、町名で公実。霞が関、有楽町、内幸町と隣接し、銀座にも近い、東京都心部に位置する都立公園で、 公園面積は十六万千六百三十六点六六平米 M。公楽園球場、グラウンド面積一万千四百九十三平米、東京ドーム、同一万三千0平米と並んで、かつては日比谷公園南古文など、敷地面積の尺度とされることが多かった。園内の主要な施設として、市政会館及び日比谷公会堂、大小の野外音楽堂、 日比谷図書文化館、旧、東京都立日比谷図書館、緑と水の市民カレッジ、貸し切り結婚式場、フェリーチェガーデン日比谷、旧公園資料館、テニスコート、松本楼、売店などがある。また園内に生える多くの樹木と大小の花壇が、四季折お々おの花と緑で、都市生活者や観光客の目を楽しませている。このほか、ホセリサール像、 フィリピンの独立運動家、ルーパ・ロマーナ、ローマの狼、ローマの建国神話で、ローメルスとレムスを育てたとされる、ルーン石碑に模した古代スカンジナビア碑、南極の石など、各種の記念碑、ものが寄贈され、園内各所に設置されている。地方物産、文化、音楽、園芸、スポーツなどのイベントや展示も多く開かれる。 テレビドラマの撮影地として使用されることも多い。東京地方裁判所の後半傍聴希望者殺到が予想される場合、傍聴席の抽選は、庁舎近くの日比谷公園で実施されている。公園内には、災害用給水槽、有効水量1500立方メートルが設置されている。低水弁による引き入れと循環ポンプによる引き出しで、給水槽内の水は常に、 新鮮な状態に保たれている。応急給水口が用意され、震災時は精錬な水道水を無償で給水する。江戸時代は江戸城日比谷五門のすぐ外に位置し、江戸時代には早々たる大半の神屋敷が置かれた。当時は現在の霞門を直進する道路で南北に分かれており、幕末の時点では北側には御用屋敷と、 萩藩毛利家や佐賀藩鍋島家の南側には三草藩庭や、吹上藩,藩、有馬や、福知山藩ま木家、も岡藩南部家、唐津藩、小笠原や、佐山藩北条家の各、神屋敷が存在した。明治になると大名屋敷が廃されて、さらちとなり、日比谷が原と呼ばれた。住所上では北側が西日比谷町の一部、 南側が内山下町二丁目とされた。1871年、明治4年、日比谷、霞が関の急部ケチ一帯に、陸軍総連署が設置され、1885年、明治18年日比谷連兵場と改称された。その後、連兵場は1888年、明治21年に、青山火薬庫と、現在の明治神宮外苑に移された。周囲に、 館長がえが整備されて手狭になったためと説明されることが多いが、竹橋事件が影響したとする説もある。館長集中計画においては、日比谷が原にも館長の建設が予定されたが、もともと日比谷入り江だったため地盤が悪く、大掛かりな建物の建設には不向きと判断された。同年11月、内務省東京市区改正委員会において、古市君武,武と、 吉野漁業により、公園地としての利用が提案され、翌年には、日比谷公園を第一とする第49までの公園の整備を盛り込んだ、宿改正が告げされた。日本の公園制度は1873年、明治6年の大城館二つ第16号に、遡るが、上野公園、芝公園など自社境内の公園化が中心で、一から新しく、 公園を作るのは全く初めての試みだった。1893年、明治26年に、東京市が軍から払い下げを受け、国時代6号により跡土地は、正式に、ひど公園と命名された。同年に、東京市により、設計案が出されたが、内部検討に終わり、さらに1894年、明治27年6月の日本園芸会が、小平義金による、 交通案、田中義雄による平安という3案を提出したが、採用されなかった。1897年、明治30年に、公園改良取調べ委員会が設置され、1898年、明治31年の長岡阿弥らによる案が、1899年、明治32年8月の立野金吾による案が、検討されたが、いずれも採用されなかった。1900年、 明治三十三年に、本田正六、石黒忠則、福場早人、小沢圭二郎等により、日比谷公園造園委員会が設置され、東京市議委員5名が案を提出するが、またしても、不採用だった。明治三十四年、一九百一年、結局、造園委員でもありドイツ留学を終えたばかりの本田を、中心として立案することとなった。本田は留学経験を活かして、 ドイツ式庭園を目指した一方で、江戸城に連なっていた堀を埋め立てる際に一部を真実として埋め残し、日本的な要素も残した。真実では、かつての石垣の一部を今でも見ることができる。ついにこの案が採用となり、本郷公徳により図面が起こされ、明治35年、1902年4月に着工。翌年6月1日に仮開園を迎えた。早くも、 開園と同年に、洋風喫茶店松本楼、和風喫茶店三橋亭、後のパークセンター、結婚式場高柳亭、現日比谷パレス、洋風レストラン騎人亭、現レストラン南部、植木屋などが出店し、戦後も営業する店舗の多くが出揃っている。日露戦争に勝利すると、喧気が盛んとなり、樹木が充実した。1905年、 明治38年8月、野外音楽堂、現在の野外小音楽堂が春九1923年、大正12年に野外大音楽堂が完成した。園内の花や樹木を盗まれることが多かったため、開園後2ヶ月で深夜開放が禁止された。開園後には、日露戦争祝賀会やほとんどの国葬などの開催場所として政府に、 積極的に活用された一方で、対正デモクラシーの中、東京市電賃上げ反対運動や普通選挙運動、シーメンス事件に対する第二次、山本内閣団外国民大会など、民衆による社会運動の拠点ともなった。日露戦争の講和条約である、ポーツマス条約に対する日比谷焼き打ち事件など、暴動に発展する事件も多々起こった。1923年、 大正12年の関東大震災では、日戸公園を被災し、小音楽堂が倒壊、松本楼が消失した。一方で、直前に建てられた大音楽堂は、倒壊を免れた。運動場には被災民が、仮設住宅144軒に身を寄せ、被災者遺体の仮埋葬も行われた。仮設住宅は、翌年に撤去された。 太平洋戦争下の1942年、昭和17年、日比谷公園は軍用地となった。新中製の外作は金属教室に出され、松本楼は海軍省商工宿舎として利用された。食糧難のため、花壇ではジャガイモが栽培された。戦後、日比谷第一生命ビルの近くで軍用地でもあった日比谷公園は日本を占領した。 連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の接取を受け、ドリトルフィールド、ドーリトルフィールドと名付けれ、松本楼は米軍宿舎として利用された。昭和26年、1951年接取が解け、再整備が始まった。1950年、昭和25年、東京都知事安井聖一郎の要請により、帝国ホテル内の植木やカオルバイエンが、 日比谷公園に出展し、日比谷花壇となった。1954年、昭和29年に大音楽堂。1957年、昭和32年に、日比谷図書館が再建された。1961年、昭和36年、大噴水が完成した。1971年、昭和46年、沖縄返還運動により、松本楼が全焼。 1973年、昭和48年に再建された。1982年、昭和57年、自動園とプールが廃止されて、健康運動広場となり、1983年、昭和58年には、大、小音楽堂が建て替えられた。2011年、平成23年7月1日。 東京都から千代田区へ移管された日比谷図書館が日比谷図書文化館として開館した。2018年平成30年、日比谷公園の区域には1967年昭和42年4月、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施され、千代田区日比谷公園が、正式の町名となっている。町名の設定はなく全域が ひど公園一番外区である。主な施設の住所は、日比谷公会堂と市政会館が、ひど公園一番3号、日比谷図書文化館が、道一番4号、公園事務所が、道一番6号である。一番1号、一番2号、一番5号は、公園内に所在するレストラン、結婚式場等の住所になっている。地下に、有料駐車場を備える、公共交通機関では、 公園の四方に鉄道駅がある。霞ヶ関駅、東京メトロ丸の内線、千代田線、日比谷駅、東京メトロ日比谷線、千代田線及び都営地下鉄三田線がもより。このほか、JR 有楽町駅や東京メトロ銀座線とらの門駅から徒歩圏内である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。